どうも、ぬねです。鬼武者2、続きを遊んでいきたいと思います。ちょっと移動したらですね、行ける場所がありまして、三日月の鍵とか。ありました。そしたら仕掛け箱ですね。できたね。これは使っておきたい。三日月の鍵が手に入ったってことは手前のエリアが行けるようになってる。鍵開いた。ちょっと待って。ここは何だろう。雷かな。氷だ。ひょうたん。穴の中に入りますか。だな。ここは通れない。痛いな。ここ引っかんなかった。あれ壊せるかな、これ。あ、なんか落ちてる。おお、弾薬。セーブしておきましょう。ハンマー強化して、槍も一応強化しておこうかな。閻魔王の書。何か道具があれば元に戻せるかもしれない。道具取り忘れてる。前の部屋？前の部屋でもないのかな。なんだろう。さっきの書物に何かヒントあったのかな。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。